本日の動画はロボット魂、メタルロボット魂、メタルビルドの方の比較動画、自分なりの比較動画を作ってみたいと思います。えっと、自分が一番気に入っているのがこのロボット魂なんですが、ロボット魂は合金の方は使われていません。で、自分はこのガンダムだけは、あのー、黒バ製のデラックス超合金のガンダムが好きだったので、 まあそちら欲しいなとは思うんですけど、なかなか高級なので手が出せないので、こちらのメタルロボット魂で、あ、ロボット魂で我慢しています。で、こちらの方はロボメタルロボット魂と違くて、すべてプラでできてますので、合金が使われていなくて、ちょっと軽くなっています。で、こちらのロボット魂の方は今回2024年魂ネーション開催記念がカラーバージョンとして出ていますので、 あの、そちらの方も自分は気に入っているので購入しようと、購入しました。で、えー、っと、この連携タンクの方の連携は、この後ろのところの透明のところに付ける付属品を付け、 こちらの方のタンクの方に付属品をつけて乗せることができます。これですね。このように付属品をつけて、えー、飾ることができます。で、一つこのロボット魂の方で自分は、まあ、あのー、要望があるとしたら、これね、あのー、コアファイターとかが、こう、 ガンダムと分離して合体できるようにして欲しかったですが、なかなかやはりそこまではできないのかなと思いながら、いつもこのガンダムは触っています。やっぱりね、自分はあの、クローバーも好きなんですけど、あの、吸眼具っていうのも好きなんですけど、やっぱり今のこの技術の方が自分は好きなので、で、これ購入するときに、あの、本当はカラーバージョンが 欲しかったんですが、カラーバージョンは出ていなかったので、今回開催記念でカラーバージョンが出るので、そちらの方は楽しみにしています。で、次に、メタロボット魂です。メタロボット魂、まあ、こちらはデス,デスティニーガンダムなんですが、こちらも、あの、程よい重量感があって、あの、大きさも結構コンパクトなので、いいかなとは思っています。で、自分のデスティニーガンダムはこっちの左手のパーツの方はすっごい取れやすいので、 あの、それがね、ちょっと嫌だなと思いながら、いつも、あのー、動かしてるんですけど。まあ、デスティニーガンダムこんな感じですね。まあ、スペック2をがこないだ出たので、自分、もうこのデスティニーガンダムも、1個持ってればいいかなと思っているので、あの、スペック2の方は購入しませんでした。結構ね、スペック2の方が、あのー、マーキ、あのー、マーキングの方がすごく、 鮮やかで良かったみたいですけど、自分はもうこのデスティニーガンダム1個持っていれば、メタルロボット魂しはいいかなと思って購入していません。ちょっと、後ろのウィングの方をつけてみます。結構ね、やっぱりデスティニーガンダムは悪魔っぽいイメージがあって、かっこいいと自分は思います。 結構かっこいいですよね。こんな感じで。ちょっと外れたので、これはまた後で付けようかなと思います。これがね、ネスティニーガンダムで、あのー、光の翼も持っているんで、初めつか光の翼をつけて飾ってたんですけど、あのー、やはりあ、 光の翼重量感があるので、あのー、ずっと飾っとくとウィングの方の保持力がなくなるかなと思って、今はこの体勢で飾っています。次は、先日ご紹介したストライクガンダムですね。ストライクフリーダムガンダムですね。もうこれはね、もう言うことなくかっこいいです。 こんな感じですね。あの、まだメダルビルドの方のストライクフリーダムガンダムも出してないので、そちらも、あのー、おいおい、自分なりに開封できたらいいかなと思っています。なんせやっぱりね、あのー、超合金系の開封ってすげえ難しいなと思います。本当はあのー、丁寧に、こう、レビューされてる方はすごいなと思いながら、あのー、自分は、 レビューされてる方、見ますね。で、後ろのウィングをつけていきたいと思います。こんな感じですね。ちょっとポロポロ外れてしまいますが。これが、ストライクフリーダムガンダムですね。かっこいいですね、ストフリー。で、 こちらが、フリーダムガンダムですね。フリーダムガンダムも結構、やっぱかっこいいですね。自分はやっぱり、メタルロボット魂よりも、大きさ的には、メタルビルドの方が好きかな。 こちらのフリーダムガンダムの方も以前動画、開封動画をしているので、もしよかったら見ていただけたら嬉しいかなと思います。こんな感じですね。すいません。なんかポロポロ外れてしまって。なかなかつけるのも。 ノーカットで付けましたね。こんな感じですね。これが、あのー、メタルビルドあ、メタルロボット魂のフリーダムガンダムになります。で、こちらの方がメタルビルドですね。もう圧巻ですよね。かっこいいです。 まあ、スノーホワイトバージョンも持っているんですが、まだそちらの方も開封してません。どうしてもね、こう、メタルビルド関係、メタルロボット関係、開封がね、自分は不得意なので、まあ、箱か、あのー、まず、パッケージから出すところを動画撮ってから次、あのー、ちょっと触ってから開封動画撮らないと自分はなかなか、 あのー、一発撮りしてるので開封が難しいかなーと思っているのでイケメンですよねちょっとぼやけてますけどかっこいいですよねこれ見てく,くださってる方はメタルロボット魂派ですかねメタルビルド派ですかねまああのちょうど比較できるのでこんな感じですね メタルロボット魂と、あのー、メタルビルドはこんな感じの大きさになっています。なかなかね、金額的にも、あのー、メタルビルドの方は高いので、手が出しづらいかなとは思うんですけど、まあ、出しづらいっていうのもあるし、なかなか購入できないっていうのもあると思うんですけど、入手困難ってやつですね。こんな感じですね。で、 こちらがロボット魂です。若干ロボット魂の方がちっちゃく見えますね。まあ,あまあ自分はこのガンダムしか持っていないのでちょっとわかんないですけど。うん。でももう自分はこのバージョンのガンダム、今回か2024年魂ネーションバージョンのカラーバージョン手に入れたら多分ロボット魂は購入しないかなと思います。で、メタルロボット魂の方はナイトガンダムのジオダン が出たらメタルロボット魂で買うかもしれないですけどそれ以外のものはもうちょっとえメタルロボット魂の方は買わないかなと思いますあのもうメタルビルド一択で今後集めていこうかなと思っていますそうしないとどん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 やっぱり物が増えてくるので厳選していかないとあの自分の中でちょっとあの収集がつかないので このやっぱり自分は基本はメタルビルドのこの大きさ重さを集めていきたいなと思っていますでまあ自分が気に入ったものですよねで解体初期の方はもうサザビー今のところサザビーだけがあの欲しかったのでサザビーだけ、えー、所持してますけどニューガンダムやあとマーク2も出るみたいですけどそちらの方はあのー、まあたまたま運良く手が手に入れば欲しいなとは思いますけど、あのー、そんなにガッツリというわけではありません 本日ご紹介させていただいたのは、ロボット魂、メタルロボット魂、メタルビルドの比較動画をさせていただきました。